HE178 ハインケル HE178 はドイツのハインケル社が手掛けた世界初のターボジェット推進機。プロペラを用いない航空機としては1910年のコアンダイコール1910が先行しており、これは機種のレシプロエンジンで遠心式ブロワーを回すモータージェット式であったが飛行には失敗しており、近代ジェット機の祖は この HE178 である。イギリス空軍の歌手官、フランク・ホイットルが1929年に出願した、遠心式、ターボジェットエンジンに関する特許は、機密扱いされず専門誌などで広く紹介されたため、各国の空軍や技術者が注目し一部では、後追いが始まった。その中の一人が、ゲッティングン大学工学部の大学院生、ハンス・フォン・ウォハインで、 ホイットルとは異なり、ラジアルタービンを用いる別形式を発案して特許出願し、友人のマックス・ハーンが経営する自動車整備工場の一角で1934年から自費でジェットエンジンの試作に着手した。博士家庭修了後も継続的な開発を望んだオハインは1936年に試作ジェットをエルンスト・ハインケルに見せたところ、 即座に同社に招かれて本格的な開発が始まった。翌1937年、板金職人の手作りで機体水素を用いる初号機ハインクルストロルトリアブワーク1の試運転を開始したが、これはホイットルの試作初号機 WU の運転開始とほぼ同時だった。オハインの開発環境はホイットルに比べて恵まれており、軸流、遠心混成構造で、 経由燃料による実用型ヘス s 3を搭載すべき実験機 HE178 の製作もハインケル社の自己資金で開始された。ヘス s 3が HE118 に釣り下され飛行試験を重ねる中、同社のジークフリートギュンターが設計を担当した HE178 は金属モノコック製胴体に木製の権力式直線テーパー主力を持つ簡素な小型機で 機種に、ピトー型エアインテークを置くストレート配置とし、オリン式膠着装置は、本来引っ込め式であったにもかかわらず、非常時を想定し、ほとんどの場合下げ位置で固定して、運用されることになった。HE112 を改造した、世界初のロケット推進機 HE176 に、遅れること2ヶ月、数回のバウンド飛行に続き、1939年8月27日に、 同社テストパイロットのエール比はルシッツの手で HE178 は初飛行した。これはホイットルラによるグロスター E28-39 の初飛行より1年半も早かったが、ヘッス3ビットは低出力かつ耐久性にも欠け、速度は計画値を下回る325キロトンに止まり、滞空時間も10分に制限されるなど、 レシプロ機に対して明確な優位性を示せず、試作2号機に至っては、水力不足で離陸もできずに終わった。同年11月1日、エルンストールデット、エアハルトミルヒラドク空軍省及び、ナチ公館の前で、HE176、HE178 の展示飛行が模様され、その場で、戦闘機 HE280 の開発契約が、 結ばれたものの積極的な援助は得られなかった。だが、ホイットルーラ競合者の動きを察知し、高速ジェット機の将来性に確信を抱いていた技官、ヘルムート・シェルプや、ハンス・アドルフ・マウフラは、ハインケルに HE-280 計画を促す一方、航空機エンジン製造各社にもターボジェットへエンジンの開発を非公式に打診した。この発注仕様109が、後に、 軸流式の BMW003 時も004として苦限化する。試験を終えた HE178 は HE176 と共にドイツ空軍博物館に展示されていたが、1943年のベルリン大空襲で消失した。試作機のみだったにもかかわらず大々的に対外宣伝された HE100 とは異なり、 HE178 の存在は、プロパガンダされなかったため、機密情報に接することのできた、各国軍の上層部や一部の技術者を除き、他国に戦後まで知られることはなかった。現在はレプリカが初飛行の地ロストックラーギ空港と、スミソニアイ航空宇宙博物館に置かれている。ありがとうございます。